NHK 大河ドラマ「どうする家康」第5回「瀬名奪還作戦」面白かったですねくださいませ。松平元康松本潤は駿府にとらわれている瀬名有村架純を取り戻そうと決意家臣たちの反対を押し切り 師と呼ばれ嫌われている本田正信松山健一の妙案に望みを託す正信は伊賀忍者の服部一統を使い奪還作戦を立てるが棟梁の服部半蔵山田孝之は過去の失敗ですっかり自信を失っていて「柴弘之町青年家康独領」。 第5回で出てきた「セリフ補足しましょう」父も祖父もと石川一政がたしなめたシーン「天文4年12月5日元康の祖父松平清康重臣安倍大蔵の子安倍安一郎に殺害され死去森山崩れ松平家松平氏遺書書天文16年9月2日 今川義元朱印城移し父松平広忠今川義元に降伏していた天文十六年九月田原城の戦い戸田宗光の嫡男戸田高光が今川軍に前線記録御用書本古文書今川軍敗退天文十八年三月六日 元安の父松平死去前年に家臣岩松八也に受けた刺し傷が原因か松平氏由井所掌天文十八年7月今川義元渥美軍で所領給与と検知太平寺に事業確認の目録この頃までに戸田宗光の嫡男戸田孝光が敗れ 田原城落城、田原戸田氏没落天文十八年十一月二十二日竹千代は駿河に到着駿府宣言者前の屋敷で松平家の当主として庇護元禄三年五月十九日桶狭間の戦い今川義元討ちに。 元六三年5月23日元康岡崎城に入城三河物語松平き。元六三年6月4日元康の長女亀姫駿府で誕生東大寺元康岡崎帰還に伴い正室築山殿と長女亀姫が岡崎に移る。 駿府に嫡男武千代、後の松平信康人質として残る桶狭間の戦いの後駿府に戻らなかった元康元康による岡崎領の経営に氏真の承認があったということになろうかと思います永禄三年8月越後の長岡景虎関東侵攻のため出陣。 永禄四年2月ごろ本安信長と起請文和睦仲介役叔父水野信元永禄四年4月11日本安牛久保城の牧野成貞を攻撃牛久保城攻撃を受け今川氏真、ね、松平九段ド逆進と認識牧野文書。